宮古湾海戦、宮古湾海戦、宮古湾海戦、明治二年三月二十五日、千八百六十九年五月六日は、函館戦争における戦闘の一つで、森岡藩宮古村、現在の岩手県宮古市沖の宮古湾で発生した。海上戦力で新政府軍に対して劣勢に立たされていた旧幕府軍は、新政府軍の主力艦である皇徹への切り込みによって、 これを奪取する作戦を決行したが、失敗に終わった。これは、アボルダージュ、フランス語、英語、と呼ばれるいわゆる節限攻撃で、敵艦に乗り込みこれを奪い取るという近代以降では、世界でも数少ない戦闘事例である。明治元年、1868年、江戸城無血海上に対して、徹底抗戦を主張した、江本竹明率いる、旧幕府艦隊は、江戸を脱走後、 江戸地、後野と東国の函館を占領し、函館政権を樹立したが、帰還の海洋を暴風雨で喪失し、海上戦力で新政府軍に対して劣勢に立たされていた。明治2年3月、旧幕府軍は新政府軍艦隊、鋼鉄、カス堤防、洋春の軍艦4隻と徳島藩の土の江達丸、久留米藩の明日、風丸及び飛龍丸、 豊康丸の軍用輸送船四隻が、宮古湾に入港するとの情報を入手した。中でも、機関の鋼鉄は、当時日本唯一の倉庫艦であった。鋼鉄はフランスで建造された、アメリカ連合国海軍のストーンウォール号で、南北戦争後アメリカで、渓流状態にあったものを、江戸幕府がありかから購入したものであるが、日本到着が、母親戦争勃発後となったためアメリカの、 局外中立を理由に幕府には引き渡されず、中立解除後に新政府が引き取っていた。榎本は江戸脱走以前から鋼鉄の引き渡しについてアメリカと交渉をしていた経緯があり、鋼鉄を入手できれば対外交渉においても有利に働くと考えていた。元フランス海軍士官候補生、ニコールの発案で、海軍武行、荒井育之助、海天艦長、 高賀玄護らが、宮古湾に停泊中の鋼鉄を奪取する作戦を立案し、フランス軍事顧問団のブリュネとト総裁、江本武明が礼を承認した。切り込みのための陸兵を乗せた、海天、万竜、高尾の三艦が外国機を掲げて、宮古湾に突入し、攻撃開始と同時に、日照機に改めて鋼鉄に接言、陸兵が切り込んで火事と機関を占拠するというものであった。 第三国の旗を掲げて近づき、攻撃直前に自国の旗を掲げるのは騙し討ちであるが、規定を用いることは万国広報で認められていた。作戦準備が整い、開店には総司令官として、海軍武行、荒井育之助、見分役として陸軍武行並み、肘方都市ゾーラが乗船し、元フランス海軍のニコール、コラッシュ、クラトーラ、並びに切り込みたいとして、 神木隊、将棋隊など合わせて100名の陸兵も、それぞれ三艦に乗り込んだ。この作戦に投入された、旧幕府軍の戦力は、以下の通り。鋼鉄への雪原は、万竜と高尾のスクリュー式小型艦2隻で実行。大型の外輪船で雪原が、難しい回転は、その援護に当たる予定であった。3月21日未明、函館を出港した三艦は、 回転、万流高尾の順に互いを対抗でつないで一列渋滞で進んだ。翌22日、偵察のためにサメ村、青森県八戸市に寄港して、情報を得ると、宮古湾を目指して、さらに南下するが、その夜暴風雨に遭遇し、三艦をつないでいた対抗は断絶されて艦隊は離散してしまう。24日には、嵐がやや静まり、 開店と高尾の二艦は合流できたが、嵐で機関を損傷した高尾は、修理を要し、やむなく二艦は、宮古湾の南に位置する山田湾、岩手県山田町に、開店はアメリカ国旗、高尾はロシア国旗を掲げて入港した。その頃、万竜は互いを見失った、際の取り決めに従ってサメ村沖で待機していた。同日、山田湾に停泊する二艦のもとに、 新政府軍艦隊が宮古湾区分け機構に入港しているという確かな情報が入ってきた。目前にいる敵を逃すまいと万流との合流を諦めて二艦のみで作戦を実行に移すことになった。高尾が鋼鉄を襲撃し、海天が残りの艦船を牽制するという作戦で、結構は25日夜明けとした。一方、新政府軍では、 所属不明の感染が、都湾沖に出現したとの情報を得ていたが、佐賀藩を中心に編成されていた、新政府海軍は、旧幕府軍を軽視しており、海軍首脳は上陸して、警戒を怠っていた。薩摩藩出身の陸軍参謀、黒田清隆はこの情報を重視して、絶好を出して、これを確認するように海軍に促したが、海軍副参謀、 石井富之助はこれを受け付けなかった。この翌日、旧幕府軍によるアボルダー樹作戦が実行されることになる。二十四日、深夜、山田案を出港して、宮古案へ向かう途上、高尾が再び帰還故障を起こす。しかし航行は可能だったので、まず回転が鋼鉄に接限して、先制攻撃をし、高尾が途中で参戦して、残りの艦船を砲撃するという、 新たなシナリオに書き換えられた。25日午前5時頃、開店は速力の遅いた顔を待たずに単独で都古湾への突入を観光する。この時、新政府軍艦隊は機関の火を落としており、アメリカ国旗を掲げた開店の接近にも特に注意が払われることはなかった。暴風雨による被害で開店の特徴であった3本のマストが2本になってたことも 旧幕府軍には、幸いした。鋼鉄に接近した回転が、作戦通り、アメリカ国旗を下ろし、すぐさま西長期を掲げて雪原すると、鋼鉄の隣で唯一警戒に当たっていた、薩摩半石の春スから敵襲を知らる空砲が、とどろいた。奇襲には成功したが、回転は原則に水車が飛び出した、外輪船で横付けできず、小回りも効かなかったため、 艦長の甲が言語の必死の相関にもかかわらず、回転の選手が、鋼鉄の左舷に突っ込んで乗り上げる形となってしまった。しかも、回転は、大型の非走行軍艦であるのに対し、鋼鉄は小型で重い走行をまとっているため還元が、低く、シアーがついて高くなっている回転の艦首とでは、約3メートルもの高低差が生じてしまった。それでも、回転からは先発隊が、 鋼鉄の甲板に飛び降り、切り込んでいったが、細い選手からでは乗り移る人数が限られ、また、ガトリング砲など強力な武器の格好の標的となってしまう位置だったため、乗り移る前に、回転甲板上で倒れる兵が続出し、ニコール、相馬和江なども負傷した。春日をはじめ周囲にいた、新政府軍幹線も次第に戦闘準備が整い、回転は敵艦に、 包囲されて、集中砲撃を浴びるに至る。甲が言語は腕、胸を打ち抜かれてもなお指揮を振るっていたが、弾丸に頭を貫かれて戦死。形成不利と見た、荒井育之助が、作戦中止を決め、自ら舵を握って鋼鉄から船体を離し、回転は、宮古湾を離脱した。鋼鉄に切り込んでいった、野村里三郎ら数名は、撤退に間に合わずに戦死。この間、 約30分だったと言われる。新政府軍は直ちに追撃を開始、回転は撤退途中に万竜と交流して26日夕方には、函館まで退却したが、機関故障を起こしていた高尾は、鋼鉄とか菅によって捕捉された。艦長、古川雪像、以下95名の乗組員は、田野畑村付近に上陸し、船を焼いた後に森岡藩に投降している。 新政府軍では、回転の砲撃によって損傷した、運送船、母マ丸が、北甲府のとなり、負傷者を収容して、江戸へ戻った。新政府海軍の砲術士官として、春日に乗船していた、東郷平八郎は、この回転による、奇襲の衝撃を、意外こそ、起死改正の秘訣として後年まで忘れず、日本海海戦での再配にも生かしたと言われる。また、 危険な作戦を実行し、勇敢に戦った、甲賀言語について、黄河という男は、あっぱれな勇士であったと高く評価している。現在、宮古市には東郷が残した、この海戦に関するメモが石碑となっており、観光地になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。